お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。1月の18日が明けて9時、19日になりましたが、今日と明日全国のそのなんだ大学入試のセンター試験だったかなつのが、始まります、雪の多いとことか皆さん交通手段、時間遅れんように、まあ、気をつけて行ってください。ってなんでこんなことを言うとるかっていうと、まあ一応うちの校もその試験に引っかかっとるその年でありまして、今高校3年生のが一人おるもんですから、明日も皆さんね人並みに行くわけですけど、まあうまく無事につければいいなと、忘れ物でもねきゃいいなと思っておりますが、まあその受験の話はそのぐらいにして、今日のその伊藤酒店惣菜部の夕方のメニューはおでんでした。このおでん、今までとちょっと仕事りまして、まあ、中身は一緒なんだけど、この味付けがちょっと薄味になっております。何かに影響されたんだかなという気もするんですけど、ちょっと汁が見えるのが残念なんだけど、今までと比べると色も薄味、薄め、味もちょい薄めになっておりまして、どっかのそのコンビニの、おでんの色みたいな感じで、味も、あっさり系のように思いました。今日は、夕飯を食ってから、ちょっと時間が経った時にまあまあ予想でチンしてこう持ってきたんだけども、まあこういう薄味の、薄味というと、まあ大根一番下に置いたんだけども、これがまた下の汁が染み取ってうめんだ、そういう薄味の、まあ酒には、薄味の料理にはこの薄味というか、まああっさり系の酒がいいんじゃないかなと、もちろん熱々のおでんですから酒もまあ熱感一歩手前ぐらいまでに関して飲むのがいいかと思いますが、すっきりとした、はい、すっきりとした新潟のやつです。古酒の発泡初絞り、純米新酒ということで、まあ、新酒のあっさりした、まあまあ逆に変な言い方すれば、まあ味がまだ乗ってきてね、そういう酒を関してあっさりしたおでんと組み合わせてみるのもいいかと思います。逆にまあ味のこってりしたものにこの前に出しましたが、平成14年度のちょっとだいぶ熟成したそういう、ヤマハイ木本系のヤマハイ純米大吟醸の生酒16年古酒、そんなのもいいかと思いますが、あっさりしたのにあっさりした酒、こってりした料理にこってりした酒がいいと思っても、まあその逆もまた、いいんじゃねえかなということもありまして、まあ組み合わせがどうのこうのつのは一般的にはいろいろ言われておりますが、実際自分がやってみていいなと思う組み合わせを取り入れていってみてください。ただまあ鳴らされてねえのはそのいい酒だから冷やで飲むんだとか、安い酒だから返して飲むんだとか、そういうことをいまだに言うとる人もおるようですが、単なるその迷信というか昔の話を真に受けてそれを続けることだけはやめてみましょう。まあ俺が実際25年ぐらい前にそうやって戻ったのがもうガラッと180度変わって、まあいろんな酒を返してみようということで始まって、熱燗小僧の会というのもありまして、その熱燗小僧の会ではまあとりあえずどんな酒でも一遍は返してみんかと、燗をしてみんかということでやっておりまして、まあ新しい発見をするのがその燗の熱燗小僧の会のなんですか楽しみでもありまして、そういう酒が関して飲むっつう酒が体にもいいわけですから、もう冷やで飲んでいつか気がついたらもう腰が抜けてたたれになったっていうのことをねえように、まあ温け酒を体に入れてこう自然に馴染んでいって自然に出ていくと、そういう形で緩和した効能なんかもこう楽しんでもらえると、純米酒のおかんつのがいかに素晴らしいかつのは分かると思いますが、まあ理屈はまあそのぐらいにしておいて、はい、あっさりとした今日はおでんにこのあっさりとした新潟の新酒を
やってみようかということです。はい、皆さんもいろんな組み合わせで楽しんでみてください。サビから気をつけて、風邪ひかんように、インフルエンザにかからんようにしていきましょう。はい、以上、佐渡伊藤酒店晩酌151会でした。